前回のあらすじ。黙れ、我が国は悪魔って独裁国、悪の枢軸じゃ。上昇しませんかね。何ですか、あれは。インテモ。こいつ攻撃力半端ないって。さっき倒した6本足がスピードフォルムならこっちのツインゼルはアタックフォルムなのかもね。こいつらとでオプシスを一緒にするな。いやーほんとブヨブヨしてて気持ち悪い。意外にもこのブヨブヨが装甲になってるんですよね。いいこと思いついたわ。来たらこいつの亡骸で装備作ろうぜ。正気ですかね、テオさん。こんな気持ち悪い生物の代わりにまとうんですか。いいからハゲハゲ。相手が悪魔合体した生物なら俺たちも悪魔と合体すればいい話や。そんな目にはメリロン聞きたくない。またもう一匹しちゃった。もう何匹いるんですかこいつら。全然で装備もほとんど壊れちゃってるのに。こいつは人間的なやつかと思ったら同じ個体も普通に出てくるんですね。全然量産モブだな。つまり島中にこの気持ちの生物が何体もバッコしてるってことです。今日までこんな生物いなかったけど。今日半日まるまる戦ってる気がする。いい加減腹減ったわ。ついに重傷者が出てしまった。無理のない我々はすでに疲労困憊。戦う気力すら風前の灯火なんですから。おや、どうやら脅威は去ったようです。休んでる暇がなさすぎる。木の棒の柵なんて簡単に突破されちゃうから岩の柵に作り替えなきゃ。また一仕事させる気ですか。僕たちの生死がかかってますからね。畜生、なんで前がこんな目に。現代から隔離された島でヨシテリとライフを満喫するはずだったのに。ここはユートピアではなかったのか。完全なデストピアでしたね。そういえば舞ちゃんはこの島に永住するつもりなんだろ。俺たちは話し合ってこの島から脱出することに決めたから。舞ちゃんとはお別れだな。本人なんで私抜きで脱出しようとしてんだ。だって舞ちゃんこの島から脱出したくないんだろ。状況が変わったんですよ。あんな化け物が出てくる島で暮らしていけるわけがないでしょ。まあ肝心の脱出方法は全然白紙なんですけどね。半日経ったというのに救助のヘリすら見かけてませんからね。ちゃんと仕事しているのか日本政府は。まだ原住民の方が仕事してるまでありますよ。こいつら一夜も欠かさずに夜襲仕掛けてきますからね。部族のプロ意識を感じますよね。戦がそれほど恨まれてるだけだと思うよ。わー、出ました。皆さんアタックフォルムが襲来しましたよ。今日はもう完全してくださいよ。もう最初はこりごりだー。ごきげんよう皆々様。今日もすがすがしい朝でございますね。今日のブレイクファーストはトカゲのお肉ですわ。前の大好物ですってよ。さてと今日も優雅でエレガントな一日を過ごすとしましょう。あらごきげんようです。何回同じネタやらせるんですか。あれ、舞ちゃんさん言ってたんですか。はい、おはようございます。ってこの状況は朝っぱらから奇襲ですか。昨日の夜襲が今日までもつれ込んでる感じですね。舞ちゃんさん早々にくたばって覚えてないと思いますけど。私戦いの最中に寝てしまったんですかね。申し訳ないです。ダルルルも許さん。あいつら今から滅ぼしに行ってくる。無茶ですよ。メテオさん戻れ。メテオ戻れ。メテオさん戦いすぎて頭おかしくなっちゃったね。どうします、ほっときます。舞ちゃんならともかくメテオさんはうちのメイン戦力ですからね。ここで破壊兵器をミスミス失うのはよろしくないですよ。追いましょう。メテオさん一人でこの中入ってっちゃいました。ここあれです、パート1で僕とメテオさんが見つけた原住民の巣窟です。あの無謀野郎が。早く追いましょう。そうですね、早くメテオさんを追いましょう。はい、私が先に降りろということですね。了解しました。ひー、怪力雷よ怖いよー。これ中手で待ちされてませんか。大丈夫、その時は最悪舞ちゃんさんをおとりにして逃げよう。それだけはやめてください。メテタ君しっかり働きますから。洞窟内はめちゃくちゃ入り組んでて、みんなとはぐれれば再会は困難。声の通りは良さそうですから、はぐれた場合は最悪大声で自分の位置を知らせましょう。それだと漏れなく洞窟内の敵が一斉に大声した方へ向かっちゃうね。その隙に我々は安全にメテオさんを探し脱出できます。我々、あなたたちの間違いでは。なんで前がはぐれる前提なんだ。たまら前のことをおとりにすることしか考えてねえな。考えてない。いいかもし、前のことをおとりにしやがったら敵にお前たちの情報を暴露してやるからな。冗談通じてないみたいですよ。分かったからやめてくださいって敵に見つかっちゃうでしょうが。残念、見つかっちゃったみたいだよ。こんなバカタレがー。そっかー、ざまー。おとりにされるくらいなら品場もろともってやつです。ほら頑張ってください。敵がどんどん湧いてきてますよ。おいこらマイちゃんさんも戦え。お前がまいた種だろ、摘み取るのに協力しろ。そういえば私朝の負傷で体力ミリだったんですよね。ですからここは任せた。お前を消してやろうかー。さすがタナちゃん家族の戦闘員なだけありますね。これくらいじゃ負けませんか。舞ちゃんをおとりにする案前向きに検討してった方がいいと思う。そうだね、隙があったらやっちゃおうか。また騒いでほしいのか。もう勘弁してくださいよ。うっわキッズ、なんて死に様してんですか。ほんとひどい死に様ですね。もしも僕たちも負けたらひどい死に方させられるんでしょうね。ごくりんこねえ、本当におとりにすることだけはやめてくださいね。やっと現状のヤバさに気づいてくれたか。ここが例の原住民さんたちの住居スペースですね。貴重なロープがいっぱいありますね。あとはガソリンガスタンク、証拠隠滅がはかどりそうなんで息を持っていきましょうか。皆さんカモン、こっち敵一人います。今ならみんなでタコ殴りにできます。そういえばこの人もかなり重傷でしたね。それでもこの状況泣き言言ってるわけにはいきませんから。ゼルクスさん、なんて頼りになる方なんだ。ああそうですよね、この状況みんなしんどいんですから、一人だけおとなしくしてるわけにもいきませんしね。おいこいつさっきから株下げすぎだろ。
あ、お前らやっと追いついたか。やっと追いついたかじゃねえですよ。あなたの無謀な行動でマイちゃんもう少しで死ぬとこだったんですからね。そんな状況一回でもありましたっけ。まあまあ怒るな。書き込みした成果はあったんだ。これを見てくれ。はて、なんですかね。ゴーレと文明の力だ。戦争したこれ。すごいですよ。これさえあれば化け物も一瞬でズタボロのボロ雑巾にできますよ。いや、使用量と違うでしょ。戦争があれば伐採の効率が格段に上がるね。ああ、なるほど。まあこれ一つでタナちゃん家族に大革命が起こることは間違いありません。でもなんで文明が縄文2万の島に戦争があるんでしょう。そこだよな。戦争が置いてある割にはどこも未開拓の地ばかり。なんでだろうね。もしかしたら僕たちが島入りする前にこの島を開拓しようとした人たちがいて、その人たちの持ち物だったのかもしれない。今更だけどやっぱおかしいよね。この島救助が来ないのもそうだし、島の文明が縄文2万なのも今時じゃないし、そして何よりあの人のパーツがドッキングしてる化け物たちの存在よ。航空機関や政府が墜落した位置くらい割り出せないわけありません。つまり救助に来れないわけがこの島にあると見るべきです。世界のダークな陰謀がこの島内でうごめいてると思うとなんかテンション上がりますよね。全くもって思わないよ。こういうのはトム・クルーズかハリソン・フォード主演の映画でやってくれ。こんなの一般ゆっくり実況者たちが解決できる問題じゃないだろ。そりゃそうだ。だが俺たちを亡き者にしようとする存在がいるのならそいつら壊滅させてやるのもやぶさかじゃないがね。お、奇遇ですね。田中家の家訓は炎上平衡、障害は全て排除するのみです。まだ敵の正体も何なのか分かってないのに。うわー、みんなで霊魔に押し上げろ。いやちょっと待て、流れでそうなったけど君たち私を先見として行かせたな。別にそんな意図はありませんって。というかこのやり方最後の一人が取り残されちゃうやつでは。じゃあここは上に行く組と引き返す組で分かれようぜ。やや危険ですけどそれで行きましょうか。さあ持ち上げてください。マイちゃんは軽いので簡単に持ち上げられるはずです。ギリギリ言うほど軽くないですよ。お前もうちょっとダイエットした方が良さそうだぞ。なんて失礼な。レディーに向かってダイエットしろはキンクだぞ。よし、マイちゃんが軽かったおかげでなんとか登れましたね。では私とレイマリさんとアリテレさんで上の方探索していきましょうか。と思ったら地上に出てきちゃいましたね。うわもう夜じゃないですか。そういえば拠点留守番いないけど大丈夫ですかね。ちょっとやばいかも。早く拠点に戻りましょう。原住民に荒らされる前に。まあそうですよね、来てないわけないですよね。まずいですよ、こっち全力半減してる上に主戦力のメテオがいないですよ。ああ、これがタナちゃん家族滅亡の日か。ふっふっ、ノープロブレムです。こんなこともあろうかと昨日カタパルトを作っておいたんですよ。おお、そうでした。まさかあのおもちゃが役に立つ日が来ようとは。けれど一方方向にしか飛ばせないので誰かしらがおとりで引きつけないといけません。いちいち誘導しないと狙えない兵器を作ったのか。お前は仕方ない、やるしかないだろう。頼みますよ、私に当たらない程度にこいつら全員仕留めてください。ほらハリー。あれ、どうされました。もうすでに打ち尽くしました。はぁ、いやいやいや、ふざけるな。一気たりとも始末できていないんだが。やりました、やったんですよ、必死に。その結果がこれなんですよ。このマイちゃんをおとりにまで使ってバカを見立て済ませるのか。こら早く再送電。マイちゃんの命が増える前にちゃっちゃと仕留めてお願いします。予備弾なんてものはない。お前なんなんだよ。病院変われ。マイが操縦する。弾はその辺の石でも頭蓋骨でも何でも使ってやら。タナちゃん家族の英気を結集して作った破壊兵器の威力、あのサルどもに思い知らせてやるで。無理無理無理、この暗闇で狙い定めて当てるとか無理ゲーすぎでは。分かっていただけました。無理なんですよこの暗さじゃ。それでも当ててこそ一流の狙撃手よ。死にさらせばやーすー。おそらく今ので5、6人は行ったんじゃないでしょうか。一人たりとも当てられてませんよ。結成こいつ参拝兵器にも程がありすぎる。いやちょっと待て、火が開けてって多少狙いやすくなったのでは。今度こそ貴様らの脳天に風穴開けてやるわ。死にさらせ。痛い痛い痛い。えっとまっ